木製外場が多く見られる、神戸式宅大御町の墓地。板戸場とは、追善供養のために、墓の脇になどに建てる木製の長い板のこと。外場とも言う。唐場とは、墓所の傍らに追善供養のために、盆字、名号、主寺、戒名、俗名などを書き記して建てる、白木の板である。スチュパの御社、ヤブトバー。 トバーなどとも御社される。五輪塔を模して上部が登場になっており、上から空、風、火、水、地の五代を表す。民族学的には、例のよりしろの意味を持つとされる。外場を一度でも建てようと思っただけで、その人には無限の苦毒があると言われており、その苦毒を個人に巡らして、母体を弔うのが、外場供養である。まず納骨寺に、 最初の外曝用を行い、あとは法要ごとに外曝用として新しい外場に変える。なお、浄土新州系は板塔場を建てない。日本において外場は全国生産量の60から70%が東京都西多摩郡で作られており、原料はもみを使用し、当初は地元産のもみを使用していたが、 資源の枯渇に伴い周辺圏から調達を開始し、現在は九州のほか欧州、中国などから輸入している。関西地方においては、競技と呼ばれる、小さく薄いものを用いることもある。古代インドにおいては小高く盛り上げた塚が一般的であったが、釈尊の入滅に至り、遺体をダビに伏し、八ヶ所に、仏舎利離島を混流、分骨宿用した。 これに習って、インド内外でも多様な様式の塔が作られ、仏教が伝播された各地で構想の入弱に伴い、遺骨を治める建物の建設が盛んとなった。仏教伝来後の中国では、旧来からの伝統建築様式と融合して、各種の塔が造立され、日本でも、いわゆる、三重の塔、五重の塔などに変化して、造塔された。これらの塔を象形化し、 簡略化して板状にしたものを、外葉として大切に扱い、亡き先祖の追善供養に用いるようになったと考えられる。日本の外葉を使った四者供養の古装と言える形態に、枝や葉のついた生木をより白として墓前に刺す、小杖付け陶馬、葉付け陶馬などと呼ばれる風習がある。これらは、新式葬祭に使われる玉串の原型とも言われる。 12世紀に密教と新言宗の教えが集合し、五輪塔を、墓碑や、供養塔として建てる風習が現れた。同時期に作成された、書キ造紙や、一辺清絵などには林立する木製の五輪外麦が描かれており、これらと同一のタイプと見られる1186年に作成された外麦が、伊豆の岩上樹院に現存している。また、高倉院。 上り霞すみの1181年の段には、お墓に、日ごとに外場を立てけるが、ようやう積もるを見てという記述があり、平安時代末期には49日が明けるまで、毎日墓に外場を立て続ける風習がすでにあった、ことを示している。ABCDEFGH、外場ウェブ版新参上度衆大辞典。2020年11月3日閲覧。AB。 外場総統集金機関区協計センター。www.sot.kinki.net。2020年11月3日閲覧。天台州法和州お当場について。天台州2020年11月3日閲覧。外場総統集金機関区協計センター。w w w s o t k i n k i n e t 2020年11月3日閲覧。世界文化社発行別冊家庭画報、広幸屋の仏教なるほど百科189ページ、中禅寺寮、林宇一棺、外場における原料の変遷。宇都宮大学農学部演習林。 報告五十三四十三から五十三 https コロンスラッシュスラッシュ agriknowledge.affrc.go.jp スラッシュ rn スラッシュ2 0 1 0 9 2 6 6 1 8 p d f 二零二零年十一月三日閲覧。abcd ご来獣、庶民振興と、日本文化、ご来獣著作集 第9巻放送巻2009年 ISBN 978から4から831834157ピアニッシも239から251ありがとうございます。